ッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チーム相手の出方を伺っているようです。ファールできた。主審ファールを取りました。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。スローイン。走り込んできた。シュート。ゴール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 。ダイナミックゴール。さあ、もう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。危険なタックル。キーパーが指示を出しています。見たか、ゴール。ついに同点です。これで試合が面白くなってきましたね。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。これはピンチ。さあ、ここからどう攻める。さあ、どちらがボールを支配するのか。スローイン。パポスト。スペースを埋めないと。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対1。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。
これは危ない。合わせた。キーパーに当たった。コーナーキックを得ました。力が入らない。さあチャンス到来。出た。さあここからどう攻める。コーナーキックです。ボールが宙をさまよう。これはオフサイド。いやタイミングはいいですよ。スロー VTR でご覧ください。このままカンパされてしまうのか。キーパー前に出た。ドリブルで上がる。ゴール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 。アンビリバブルゴール。追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。